第1回ディベート選手権にする。ディベート選手権だってあれ ADHD にさ要は肯定的と否定的でまず分かれになるでしょ。ちなみに肯定否定、いや肯定も否定も俺は別にしないよな。だからまあ理解があるかないかだ。いやまあ理解はある程度するけど、まあ、あるあるはあるよね。まあそういう人だかななっていう。だからそういう人がいます。だからそういう人だから自分が変えなきゃっていうタイプか、それによって変えて対応しなきゃっていうタイプか、まあだからその極端にまああからさまだったらまあこっちが気使うかな。うん、まあ、その症状がってことでしょ、うん、うん。なるほど。俺もそんな感じ。そうやって言われたら。だから、かといってその人が、いや、私 ADHD なんでって傘に着始めたら、急にもう。あの、そのタイプだよ。そういう人だ。基本的に。それは、あるじゃん。1割2割しかいない。あの、自分がこうだから、頑張ってやります。で、理解があるは2割程度。それ以外は、しょうがないじゃん、みたいな。8割方。ちょっと先生そうかな。俺はこうだから、みたいな。私はこうだから、できなくてしょうがないじゃないですか。なんで私怒られないといけないんですかみたいな。はい。8割ね。でもなんかさ、それさ、なんか今の若者って結構そう言いそうだなと思ってた、ね。なんか思うね。そうね。みんなそう言いそうよね。だからそこに対して理解があるかどうかだよ。それでも、ああ、じゃあ自分が悪いんだな、こいつのためにっていうふうに思うか。自分が悪いとは思わない。ない絶対思わない。自分が悪いとは思わないね。思わないし、こいつのために何とかしてあげようとも別に思わない。だから、ADHD のやつは、自分に対してめちゃくちゃ甘いから、理解しないくれ、してくれないことに対して、すごい怒りを覚えるんです。ああ、私はこうでこんなに頑張ってんだから分かれよってこと。そう。この人は分かってくれないから、私嫌われてるんだみたいな。ああ、まあ、思い込みも激しい。そうそうそう。まあそうなるとまあ別に俺は関わらないかなってなっちゃうけど。だから仕事とかになったら関わらざるを得ないじゃん。まあね、でも多分ある程度のラインで多分やること変わってくるよね。その要はその人はそれができることが一つ二つしかなかったらそれだけ任せる感じになっちゃうよね、まあ、多分ね。それもあるよね。理解があるかどうかって言われたら難しくない？判断。だからそれをあれだからもうそのそいつが思ってる自分に対しての甘さあるじゃん、まあ、同等に優しくできるかどうかが理解があるっていうふうに ADHD のやつは言うわけ。うん、情報を知ってるのが理解じゃない。分かった言葉だから監督が ADHD のやつに対して相当な恨みを持っているっていうことは。いやマジで嫌いないよ。いや努力してんだよ。努力してやった上でできないって言うなら頑張ってるから、いや、こっちもフォローしようと思うじゃん。まあだから、要は、その2割の人だったら別にいいよね。そうそうそう。ADHD ですっていうことはちゃんと報告します。てか、この世の中が、自分がこういう、そういう障害があります。で、あの、弱者を受け入れてよっていうのは気に入らない。分かってくれない方がおかしいみたいな。そう、分かってもらうための努力を全くしてない奴が言うなって思っちゃう。だから、木下ゆきなもそうなんだよ。熱いね、監督が。だからそこに対してやる木下ゆきなが、それに対して努力しないでしょ、なんか問題が起きないように努力はしないでしょ、タピオカ事件だってって。うん、そうだね。そのまま出しちゃってるからね。そうそう。で、それを今回その言い訳で、ADHD です、だからこうなったんです、みたいな言うのは違うでしょって。うん。まあ、要はだから炎上のコメントたちに、おおむね賛同ってことですね、監督は。まあ、わかんないからね。だからその 2割程度のちゃんとだから頑張ってる ADHD の人に対してめちゃくちゃ失礼だから。まあ、それはそうだね、うんうん。特に同じラインに立ってるわけだからね。うん、ただまあ、でもさっきの見方もするとさ、ADHD にも結局なんかこう、レベルがあるかじゃないけど、その2割の人は、ね、まだいい方の人で、ADHD が強い人たちなのかもしれないからね、その。って言われちゃうと、うん、俺は医者がどうなんだって話になるけどね。ただ ADHD ですあなたはって言ったところで、だから何ですかって、まあ、まあ軽度重度の方が診察されるってでしょ。でも仮にじゃあ重度だったらこういう国からこういう風なのがあって仕事はこういうのにしなさいみたいなくくりはないわけじゃん今の段階では。あるよ、向いてる職業とか。あ、そういうのもあるんですよ、ちゃんと、うん、だから普通に一般的なサラリーマンとかそのきっちり働くっていうことは向いてない、うん、うんうん、好きな時間に好きに働くみたいな働き方を推奨されてる。デザイナーとかそういうのね。
ああ。まあ、でもなんか自閉症の人たちとかはさ、なんかこう、他のことがすごくこう、得意になるっていうかさ。天才な人もいるじゃない。研修中する、ね。そうみたいなね。だそういう可能性もあるわけだもんね。うん、だから要は、一つのことにもしかしたら才能を見出せば、それで自由にやっていける可能性もある。うん、でも、かといって全員が全員そうじゃないからね。まあでも、何人ぐらいがいるんだろうね、今、日本に。それを検索したら出てくるんじゃない？診察されてる人がね。俺がだってさ、仮にじゃあ1000万人って言われてみ？もうどうしようもないじゃん。まあ結構だね。10分の1でしょ。あれ、日本って1億人？ 1 億2、3000万人。あ、そうですね。そうか、そうか。5億人もいねえな。あ、ありましたよ。子供と大人で違うみたいな。なんか子供の頃は、そういう ADHD ですね。だけど、大人になるにつれてこう改善していく人もいるみたいで、うん、子供は20人に1人。大人で40人に1人、うん。結構だよね。だから言ったらやっぱりクラスに1人はいるんだよ。まあ、そうね。でも逆に言ったらクラスに1人か。クラスに1人の割合をどこまで救い上げるってことでしょ。まあ、救い上げるって言い方がなんかすでに上から見せみたいなあれだけど。まあ、今でも自覚がないってことでいい。俺？俺はだから、あの、自覚はあるけど、気づかないふりし。あ、ふりはしてんの？気づかないふり。あ、演じてんのね。じゃあ、気づかないふりのまま一生終える。ああ、すごいね。それハイスペックだね。だから俺、AD、だから、なんだろう、性格的に、でも、だとしたら違うのかなと思うのは、ADHD だって彼に診察されても、ADHD だから仕方ないじゃないですか、とは絶対に言いたくない。と思うから。いや、絶対違うと思うよ。違う。ADHD じゃない。違う。違う。もうそれ全然違う。いや、で、ところどころね、ポカはやるけど、マルチタスクはそれなりにできるから、本当のや俺のやつは見てるから。いや、わかんない。軽度かもしんない。ADHD、軽度かもしんない。軽度かもしんない。ね、そうそう。いや、もうね、目を見たらわかる。目でわかるの？目でわかる。お前もう専門家じゃん、ADHD の。だって嫌いだもん。いい、かっこいいの。私は ADHD が嫌いなんで、この日本から ADHD をなくすために ADHD の専門家になりましたっつって、テレビ出てこい。目で見ても分かる。多分だけど、あの、メンタリズム大悟、大悟みたいな。うん、あれはそうだよ。メンタリスト大悟がそうと。うん、多分そうだよ。うん。目がそう。でもなんか、結構あいつも炎上してるもんね。いろいろ。弟に結構突っ込まれたり擁護されてるもんね。公表はしてないけど多分そうだよ。他には芸能人とか誰がいいんだろうね。まあその木下ゆきなもそうだけど、そしたらああってなるのかな。そういう感じで言うと誰なんだろうな。芸能人で公表してる人、スポーツ選手も含めて、アスペルガー症候群でまた違う。アスペルガーちょっと違う。だそれが併発してる可能性もあるからね。うん、だからアスペルガーは括弧自閉症スペクトラム障害ってこと。アスペルだから知り合いいるの？セスリー。やっぱりそうなんだ。長嶋茂雄。知らねえよ。あ、知ってるけど、そんな。黒柳徹子。ああ、ぽ、うん、それはそんな感じするね。さかなクン。はあ。ジミー大西。ああ、はい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 。ちょっと、まあ、ちょっと変わってるけどね。あとは、世界の終わりの深瀬。ボーカル。はいはいはい。やっぱ、ちょっと変わってる人なのかな。やっぱり。だから多分今言ってる人たちは、その、ちょっと変わってる中にも、その、変わってるのに才能を見出せた人たちね。なんか、誰だっけ？あ、まあ、その、才能ある人は自分の世界観を作り上げることができる。うん。それがないと、ただ単に周りに、分かってよってなっちゃったこと？だから、で、自閉症スペクトラム障害、アスペルガーを公表してる人、イチロー、ヨネズ・ケンシ、スティーブ・ジョブズ、そうは知らない、イーロン・マスク、もうなんかさ、もうちょっと身近な人の方がいいわ。いや、スティーブ・ジョブズも、うん、イーロン・マスクも結構有名じゃん。名前じゃないよ。それぐらいだな。あとは柴咲春香とか。
パルル。パルル。あ、そうなんだ。へぇ。だから、塩対応になっちゃう。あれは役じゃないの？塩対応は。そういう、性格なんじゃない？本当に。だから。だからこれ ADHD よりは、だからアスペルガーだから、特定のものに強いこだわりを見せたり、音や感触に敏感になったりするっていうのがアスペルガーの症状だから。だからまあ、イチローはその、多分、あんな人になっちゃったのは逆に、アスペルガーが故にあそこまでの人になれたとこなんですね。あと、栗原るいって知ってる？知ってる。あれ、出たやつでしょ。そう、あれもアスペルガー。まあ、そんな感じするよね、あれはね。うん。帽子かぶったやつだし、いつも。そうそう。ちょっと、イギリス人じゃないけど、なんか。でもこれ、あの人一応ドラマとかがしたりするから、だからそれぐらいのね、ものを覚えたりすることができると思うんですよ。うん、こうやって見るとなんかもう、ただの天才たちの集まりだけどね。ADHD もアスペルガーも。そこにすがってるでしょって。無能な奴らは。言葉がきついじゃないですか。自分のセンスを疑わないで、いや、自分こう思うんでこれ正しいじゃないですか、みたいなね、強要してくるの。世間知らずが多いんだ、ほんと。死ねと思う。言っちゃう。ピーだよ。でも俺のいとこはもうそうだよ。ADHD。だからそういう意味で言ったら、木下ゆきなが ADHD を公表、ああいう形でしちゃったのも ADHD だからっていう話ってことだよね。そう。だって周りに分かってもらえないから。そうなってくるともう、なんだろう。叩いたとこでどうしようもないんでしょ、だって。みんなに優しくしてっていうアピールだから。そしたら、叩いても仕方ないし、優しくしてもしょうがないから、ほっとくしかない。死ぬしかない。死ぬしかないわ、やばい。あいつ、どんだけ嫌いなの。いや、努力してないやつは嫌い、基本的に。いや、まあ、それはだって別に、ね。いや、努力しないで、ね。普通に、いや、俺はこれでいいんだよ、みたいな。努力しない、普通の一般人だよ。うん。しないで、俺はこれでいいんだよって言ってるやつは別に、誰にも迷惑かけてないじゃん。ああ。迷惑をかけてて頑張れないからおかしいじゃん。直そうと努力はできるじゃん、誰でも。まあ、まあね。でまあ、要は努力をしないながらも、自分の中の限界はここですっていう一般人と、努力をしないながらにも、いや、分かってくださいよ、できない人間なんだからって言ってるのの違いとね。どう考えても、人に迷惑をかけないっていうことはできないじゃん。でも、なるべく迷惑をかけないようにするじゃん。その努力を諦めた時点で、そいつは人間じゃねえから。でも、その努力をできない奴らのことを ADHD って言うじゃない。できてる人もいるじゃん、だって。それが、なんか、軽度と。いや、重度の人でも自分がこうだから対策するってできるじゃん。まあ、本来はね。だからそれで対策をしてて、それでもなっちゃうのはしょうがないじゃん。まあ、まあ、言いたいことはすげえわかる。うん。気使ってるけど、そこでは気使えたけど、ここでは足りてなかったなとかもあるからね。だから 100% やれとは言ってないわけよ。できることをやりましょう。そうそうそうね。まあ、言いたいことはわかるんだけど、まあ、なったことがないからね。なってないし、自分が。まあ、身近な人は俺別にいないからな。そうね。そうそうそう。でもさ、我々だってさ、その、散々変わってるだ、変だとか言われてきてるわけじゃん。まあ、まあ、みんな、個性は強いよ。間違いないよ。よく毎週会ってるよね、集まってるよねっていうぐらいの個性の塊ではあるけどね。それで人に何か迷惑をかけるようなことを率先してやろうとは思わないでしょって。いや、もちろん率先してやろうとは思わないけど。それが当たり前だと思ってないでしょって。まあね。もちろんだからある程度かけちゃったりとか、そういうことは個性が強いがゆえにあるだろうけど、後々反省はできる話だからね、すげえ。かけたら、変わってるだ、変だとかね、うん、独特な雰囲気があるとか言われてもさ、そいつのことを否定はしないじゃん、言われた人に対して。もう否定はしないよ、だってそういう意見もあるよねっていう感じだから別に。ADHD のやつはそう否定するんだよ、なぜ分かってくれないと。でもそうか、変わってないと否定するのも違うんだもんね。変わってるからそれをそのまま受け入れてよっていうのがADHD だもんね。そうそう、でも俺はでも分かんないな。そうやって言われてると、俺、中2の時、急
急に技術科室で腕立て伏せとかやってみんなに目をかけてるから ADHD だなもしんない。それは中二病ただな、なんかしなきゃやり始めてただみんなの注目を浴びたかっただけあれは何だったんだろう。俺もなんでやったのかって言われてわかんないんだよな。いや、発情してたんだとにかくちょっとね、有名になりたかったんだよね、しかもそれ怒られるじゃん当たり前だけど今でも覚えてんだけど、うん、あそれは怒られるよなってその怒られた時に思っただからそれまで怒られないことだと思ってやってるだから ADHD なのかもしれないよ。あるよ可能性あるよいやないだろだってこんな強気に来ないもんでも強気にだって自分を主張するんでしょそういう人たちは。じゃあ自分を理解してもらえないことに対してね、うん、でも理解をみんなしなかったしそのね裏手に関してはさでも俺は理解しされなくて当たり前だと俺は思ってるそうやって言われたらそれはおかしいもんそれはおかしいんだけど何がおかしかったのかはそのやった瞬間は分かってないんだよね。じゃあまだそうだね単純に違う病気そうだね無遊病のレベル中二病かそうか永遠のね、まあ、中二病はね否定しないよね間違いないと思う今も多分中二病ではないけど中二病こじらせたよね俺今ピーターパン症候群って名前がついてる俺に今何それだからなんかずっとまさにそういつでもヒーローになれるいつでも輝けるとどっかで思ってるっていうそれがピーターパン症候群って言うんだ。でもヒーローにしては優しくないのいや、ヒーローっぽくはねえな。なんだろう、中雑魚キャラって感じ。一回じゃやられないけど、ちょっとなんか突っかかってきて、でもすぐ倒されちゃう。天津飯でいっか。ヤムチャ。うん、天津飯にする。ヤムチャよりは上だよ。